毎度今日の時計は1930年代のオメガ懐中時計をリケースカスタムしました。まあ、表のエングレービングがすごいですね。で、こっちは石を全部入れ替えてあって、ムーブメントも、それからフェースの部分も全部、エングレービングして糸の子でくり抜いた後に金メッキを施しております。ちょっとこれくり抜きすぎで大丈夫かなと思うぐらいに抜いちゃってますね。で、ここですね、石を全部こう入れ替えましたね。意外と12時間経ってまだ日差1分ないんですけど、まあ意外といい感じで調整できたかなと思います。ちょっとここ、あれだね、ちょっと金メッキがボディの部分はケースの部分は剥げてますけど、もう一つ、ロシアの、あれですね、兵隊さんが、二等兵さんが最初に当てがわれる懐中時計、モルニアってやつですね。これは、かなり単純なんですけど、単純なゆえに、すごく頑丈ではないかなと。パーツもかなり出てるらしいので、いいと思います。これはルビーを、ちょっと、でかくして、ルビー、全部、埋めました。そうすると歯車の周りもね、かなりいい感じになります。またエングレがね、いい感じですね。そこを全部メッキを施してます。サビもすごく少なくて、これもかなり正確です。テンプの動きもすごくいいですね。で、こちらは、表側は、やっぱりこれエングレービングをした後に糸の子でくり抜いてます。ちょっとくり抜きすぎでスカスカなんだけど、これちょっとブラザーの証がありますね。目玉と定規コンパスと、そして上には太陽がいますけどね。1日2回巻きですね。12アワーってやつですね。まあ、この、もう、1900年代初頭は、1日2度巻きだね。結構、正確、両方とも正確ですよ。なんかピントが合わないな。はい。かなり、でかいよ。45。ケースで45ミリ。ありますんで、あまり手首の細い人は似合わないかもしれないですね。お問い合わせはディッシャーズでよろしくです。じゃあねー。